Got a speaker with auto. Like a Final Fantasy 6. Otto, Ima Ika. Ah, Kribe. Jill no Yosu wa dou datta? Muri o shite ita yō da. Ichido shikkari yasumaseta hou ga ii daro. Sou ka. Fugo no yukue wa wakari sou ka? Ima Vivian ni sagutte moratte ru ga, amari ni tengakari ga sukunai.協力者や石の剣の連中にはストラスを飛ばしたから何か掴めれば知らせが来るとは思うが、もう少し時間をくれ。すまない、引き続き頼む。いたいたよ、クライブ、ずいぶんとご無沙汰だな。ミド、戻ってたのか。うん、さっきね。大学はどうした？おやすみ。カンベルの大学も大騒ぎなんだ。フーゴの野郎がローザリアを攻めた？反乱か？どうなってるって大変でさ。勉強どころじゃなくなっちまったの。わかった、わかったから落ち着け。今度はいつまでここに？そう、しばらくはいるつもり。そうだ、クライブ。ちょっとお願いがあるんだけど。悪いな。今少し立て込んで。付き合ってやるといい。フーゴの足取りを追うのにもうしばらくかかる。大先生、これまた久しぶりだね。また小難しいこと考えてんの？相変わらずバニソグは娘だ。新しい風をどうもありがとう。君のおかげで組み上げた思考の断片が吹き飛んだよ。褒められちゃったよ。ほら、大先生もああ言ってる。クライブ、後で倉庫まで来てくれ。おい、クラ。風というか、ありゃ嵐だろう。おっと、金をもらいに来たぜ。一体何のだ？ミド嬢ちゃんの渡し金さ。おっとからもらっとけって言われたもんでね。あの野郎。ミドはそう。I just ran away so I don't have to pay that dude. するつもりだ。 Alright, we gotta go speak.I don't know who the hell this girl is. That reminds me of Teef. Maybe. I don't wanna know. Alright, Teef, I wanna be. Kite kureta na, Kribe. Mido, onegai to wa. Kono shita no souko, atashi no koubou ni kaichuku shitai. Sore o mitomete hoshii in da. Mata kyuu na hanashi da na. Izen kara kangaete tan da yo.父さんの影響で気候を覚えてから筋がいいってカンベルの大学にまで入れてもらった。私が気候学を勉強してるのは隠れ家での生活に役立てるためだけど、大学じゃできることも限られる。ここに工房があれば学んだことを活かせるだろう。みんなに少しでも楽をさせてあげたいからな。一人娘の思いを知ればきっとシドも喜ぶ。いいだろう。後でオットーにも伝えておけよ。さすがクライブ、話がわかる。それじゃ早速手伝ってよ。俺がやるのか？他に誰がいるのさ。わかった。何をすればいい？私が工房の設計をしてる間にこれらを手配してくれ。まずは設備のための資材の調達。必要なものはその覚書に書いてある。次に工具一式を用意する。今渡した鉱物からこしらえてもらって。最後に腕のいい大工を連れてくる。隠れ家の大工なら大丈夫だ。やることは3つか。任せたよ、クライブ。どこから手をつければ。
fulfill Mid's Blackthorn. Blackthorn. Blackson, 話がある。ようなら手短にしろ。ミドから工具一式を用意するよう頼まれてな。これを預かってきた。どうだ、用意できそうか。こりゃまた数が多いな。しかも細かい注文ばっかりつきやがって。仕方ない、作ってやるか。完成したらミドのところに持っていこう。それは助かる。ありがとうブラックソン。ああクライブ、ミドがカンベルから戻ってるよ。もうあったのかい？ついさっきな。隠れ家に工房を作りたいらしい。そのための資材の調達を頼まれた。これが覚書だ。揃えられそうか？たやすいもんだ。すぐにでも用意しよう。助かるよカロン。いいのさ、ここで生活できてるのもあの子のおかげなんだから。黒い水の浄化装置みたいにまたみんなのためになるものが生まれるといいね。そうだな。品が揃ったら直接ミドに届けておくよ。ありがとう、頼んだぞ。あとは大工か。 That just leaves the carpenter. Get to the carpenter.Down there. Oh, of course, by the elevator. Ding, ding, ding. Going down. All right.腕のいい大工が必要らしい。バードルフ、協力してもらえないか。任せてくれと言いたいところだが、すまねえ、隠れ家の補修を始めちまったばかりなんだ。手を抜くとここに住めなくなっちまう。この作業が終わるまではどの大工も手が空きそうにない。そうか、参ったな。俺らの他っていうと、マーサの宿のやつはどうだ？バーナードって腕利きがいたはずだぜ。ああ、バーナードか。確かに彼なら適任かもしれない。マーサに相談してみよう。ありがとう、バードルフ。いいってことよ。What the fuck? Gotta go all the way to Martha's Rest. Alright, Bernard, whatever that dude's name is. Crive, じゃないか。どうしたんだい？隠れ家で大工が足りなくてな。しばらくの間、バーナードの手を借りたいんだが。ああ、構わないよ。困った時はお互い様だ。ありがとう、マサ。彼は今どこに？何でも用があるとかで、クレシダって廃村に向かったところさ。直接行って声をかけるといい。わかった、そうしよう。So he's at the ruins.
bitch. デアラをかくまうなんて。剣術を教えてよ。町を守るんだ。こっちは魔物の見張り中だよ。黒騎士の恐ろしさに。これは隠れ家のものと似ているが、何も起こらないようだ。Fuck。That you, Bernard? Oh, yeah, it's the Yano Nichanka. You want to go to the Atamondana Bernardo Antano Teo Caritacte, Marsan Kitekanda. So, you are do you, you can die? なるほど。工房と来たか。そいつは腕が鳴るってもんだ。マーサに話がついてるなら何の問題もねえ。ぜひ俺にやらせてほしい。ありがとう、バーナード。そうだ、兄ちゃんのところへ行く前に俺からも一つ頼み事をしていいか。ああ、行ってくれ。この先にあるクレシダって村は俺の故郷でな。今は誰も住んじゃいないが、親の墓があるんだ。久しぶりに墓参りしようと橋を修理したんだが、村の中が魔物の巣窟になっちまってた。兄ちゃんの腕前は知ってる。どうか奴らを片付けちゃくれないか。分かった、引き受けよう。恩に着るよ、頼んだぜ。Alright, we gotta go. Can you move out of fuck my way, man? Alright, I get to show y'all this, the Titan's power now. Gotta slay these creatures. Find the boom! Bang! Holy shit! Oh shit. I gotta hold that one too. Oh yeah. Come on, boy. I'll be combo. Dude, that is like fucking. Ah, you fuck. Ah, you bitch.
Get away from me. Yeah, vulture, die. Vulture, die. Try this out. Good. Holy shit. That shit's OP. I gotta fucking level that shit up. Thunderstormer! Are you fucking vampire thorns? Burn in hell! Now it's just these two, man. Fuck them up. Fuck them up. Come up. Ooh, another one. However. Bitch. Fucking asshole. Good job, bitch. Yeah, you bitch. Yeah. You fucking. Oh! You fucking asshole, man. Oh, parry. Parry the motherfucking platypus, man. Yeah. You bitch. Bitch. Come on. Die. Die. I fucked it up. Oops. Listen. Look at all that damage. Bitch. Oh, bitch. Oh. Bitch. Oh. You're gonna get fucked up, man. Oh. Oh. You fucking asshole. Ignition. The fuck? What the fuck? What the fuck? I fucked it up, you bitch. Just die already. Oh. Come on. Yeah. I just got wrecked. 今ので最後か。きれいさっぱり片付けてくれたか。感謝するよ、兄ちゃん。おかげで墓参りができる。ここは廃村になって長いのか。俗領になったり、黒の一帯が迫ってきたり、こんな僻地じゃ生活が立ち行かなくなってな。もう何年も前にみんな出て行っちまった。思い出の中の故郷ってのはいつまでも綺麗なのに、ここも随分荒れたもんだよ。バーナード。さて、今度は俺の番だ。墓参りを済ませたら兄ちゃんのところへ向かうよ。じゃあまた後でな。Alright. Alright, mid's little list has been done. Let's go back to the hideaway. We're all the way over here in fucking Martha's West. Oh. Ouch. Alright. Mid, where are you? I fulfilled your request. And my fucking washer's going crazy! Never mind, I lied. Vivian, where do I go? Why does this girl have to be so far away, man? You got me going on your fucking errand, man. Fucking fuck. Alright, mid. You better be doing a good job or a mid job, I swear. Tano Maratta Mono has subbed at a high stick. Massa Nyadokara, Udekino Dike Mokitakur. Sas
がクライブ、仕事ができる。お前の方はどうなんだ。さっきカロンばあちゃんとブラックソーンじいちゃんが資材と工具一式を届けてくれて運び込んだところ、工房の設計も済んだし、あとは大工を待つだけだ。楽しみだな。Nice level up. Hold on. All right. Ouch. Hit my funny bone. I had to check my laundry, man. How my baby girl's fair. Smooching right now, but you know. No. Gav. Can kill a blocker.クライブ、ジルの具合はどうだ。よくはないわ。当面の間休ませるべきね。そうか。タルヤ、彼女のことを頼む。ええ、任せておいて。そうそう、ガブがあんたのことを探してたわ。書庫にいるみたいよ。ガブが、そういえばトルガルのことを聞きにハルポクラテスのところへ行くと言ってたな。わかった。行ってみよう。I don't want to associate every fucking cock. Fuck. Nah, damn it. F in the shivs. Not that far, but it'll beat fuck.Fire that shit was. You know, at the time of that, I could have microwaved my hot pocket and ate it right now. Alright, what the hell? Oh, Kraibe. Torgar no koto de, kikitai koto ga attan da. Koitsu wa, dou yatte omae no tokoro ni? Ore ga kodomo no koro, chichiue ga hokubu ensei ni demuite na. Sono toki, umareta bakari no Torgar o hirotte kita. Fukin ni mure wa inakatta to itte ita kara.親とははぐれてしまったんだろう。だとよ。どう思う、カタリベ。うん、間違いない。トルガルはバリスゼアの北部に生息する兵糧という希少種だ。古文献によれば、兵糧は氷の女王に付き添う獣であり、高い身体能力を持ち、魔法すら操るとされている。フェンリルという呼び名もあるようだな。フェンリル、兵糧フェンリルか。確信はないが、氷の女王とは召喚獣シバを指していると思われる。シバのドミナントは北部人にしか生まれん。兵糧が住むのも同じ北部。何らかの関係があってもおかしくはない。ならトルガルの力はジルの影響で。どういうことだ。氷の女王に付き添う、つまり千葉のドミナントであるジルと長らく行動を共にするうちに兵糧としての力に目覚めた。そして彼女の危機をきっかけに覚醒したとしたら。確かにあの力を使ったのはジルを助けようとした時だったな。今の話なら合点がいく。それはおそらく兵糧本来の力、トルガルが真の能力を得たということだろう。トルガル、すげえじゃねえか。まったく驚きだよ。いずれにしても体の方は心配あるまい。さっきもここに来るなり、わしの木の実をガツガツ食っておったくらいだよ。あーし、ここにいたのか、クライブ。マーサの宿からバーナードが来てくれたぞ。いよいよ着工だ。ほら、クライブも立ち会ってくれ。わかった。すぐに行くよ。
It still fucking looks the same. What the fuck? When I lied. できたぞ。ミドの工房の完成だ。よかったな、ミド。クライブやみんなが協力してくれたおかげだよ。ここでは隠れ家の生活に役立つものを作るだけじゃなくて、いろんな研究もするつもり。いい成果が上がればクライブにも教えるから、楽しみに待っててくれよな。ああ、期待しているよ。Right, that's gonna do for this episode. So, we met this person named Mid, never seen her. I don't remember. Look at this. See about this whole fucking energy. That's crazy. Y'all, that's gonna leave for this episode. I'll see y'all in the next. Peace out.